1974年、紀南建機は創業しました。創業者、門口芳俊は、家族のため、がむしゃらに働き、当時はどんな仕事でも請け負っていました。1976年、日本ではまだ認知されていなかった建機レンタル業をいち早く開始。さらに数年後には特定自主検査の対応も始め、建設機械のレンタル、販売、修理の礎となりました。1983年、組織の成長のため株式会社化。その翌年、2号店の松阪営業所開所。これが転機となり、事業の拡大が進みます。1991年、現社名の株式会社紀南へ改称。1993年、社員数拡大により本社を移転。1995年の阪神大震災をきっかけに、現在、災害支援活動は全社を挙げた取り組みとなりました。2004年、温浴事業を開始。2008年、現在の本社へ移転。2009年、創業者門口芳俊が会長へ就任。また、門口隆之が社長就任。門口隆之は、紀南に関係するすべての方々に誠実でありたいという思いを胸に社長となりました。この思いは現在の経営理念、紀南で良かったという思いをへと通じています。その翌年、会長門口芳俊がレンタル協会会長に就任。会社の立ち位置が大きく変わることとなりました。2011年は立て続けに自然災害が発生。紀南は温浴事業の経験も生かし、仮設浴場を提供するなど、積極的に復旧活動に邁進いたしました。2012年、後のクリーンエネルギー事業部を開設。太陽光発電事業を本格的に開始しました。2015年には初の海外進出。海外へ可能性を広げていく始まりとなりました。2016年、創業者門口芳俊が春の黄綬褒章を受章。2003年の東京営業所開設と同時に橋梁点検分野に参入。2016年からは ICT 事業の取り組みも開始。2017年、拡大のため、両分野を事業部化しました。2021年、紀南ブリッジを建造。その2年後には、同構造物に対する特許も取得しています。同年、マーケティングコミュニケーション部が発足。これまでの紀南を世に伝えつつ、新しい時代を築くべく活動しています。現在、建機部門54事業所、温浴部門3店舗、国内グループ会社12社へと成長を遂げ、本年は海外進出第2章となるタイへの進出も行います。クリーンエネルギー事業は現在24発電所を管理、発電容量は合計約55,000kW となります。本年2023年には、宗像ソーラー発電所、垂水ソーラー発電所と2つの大型メガソーラー発電所が完成。総計で約 13.5万キロワットの発電容量となります。紀南は環境への取り組み、貢献も歩みを止めることなく行います。2024年、紀南はおかげさまで創業50周年を迎えます。
2023年は周年イヤーとして、皆様に様々な形で感謝の気持ちをお伝えしていきます。これまでの50年もの積み重ねは大きな土台となり、キナンのこれからを支えていきます。私たちはこれまでの歴史を心に刻みながら、新しい未来を切り開いていきます。キナンに関わるすべての人々にとって、キナンでよかったという思いを、これからも皆様にご支援ご協力を賜りながら、スピードを緩めることなく成長してまいります。